光ほのかはフランスの小説家マルグリット・オードゥによる文学作品の一つ。オードゥの自伝的な要素を含み彼女が生前表した最後の作品となった。貧しく報われない環境で誠実に生きる女主人公ほのかの姿を描く。1956年堀口大学によって日本に紹介された。ほのかは人を憎むことができない歌うことの大好きな少女である。 ほのかの母は彼女を産んで間もなく亡くなり、父は母の後を追って自殺した。ただ一人の肉親である祖父は、ほのかの父を愛するあまりほのかを憎みながら育てていた。ほのかは近所に住む裕福な少年ノエルと仲良くなり、毎日のように二人で遊ぶ。成長した二人は恋に落ち、結婚を考えるようになるが、ノエルの兄の策略によって二人に亀裂が生まれ、 ノエルはホノカから離れていく。ホノカはパリに行き、張り子となって生計を立てるようになる。ある日彼女のアパートの隣にオルガン引きのジャックが引っ越してくる。彼は女優になると言って去っていった妻が忘れられない、ままに病弱な娘のクリスティヌと二人で暮らしていた。ホノカとジャックは惹かれ合うようになるが、ホノカはノエルを、ジャックは妻を忘れられずに苦悩するばかりで素直に、 愛し合うことができない。やがてクリスティヌは、監獄となって戦場に向かい、ある青年の子を流産して死んでしまう。ジャックは精神を病み、ほのかに見取られながら、この世を去るのだった。ありがとうございます。